h 2 1 s シグマ半結合性分子軌道科学結合理論において半結合性軌道は電子によって占有された場合に二つの原子間の結合を弱め分かれた原子の状態よりも分子のエネルギーを上昇させる分子軌道の一種であるこのような軌道は各間の結合領域に一つ以上の節を持つこの軌道における電子の密度は結合領域の外側に集中し 核を互いに遠ざけ、二つの原子間に相互反発を生じさせる。反結合成分子軌道は通常、結合成分子軌道よりもエネルギー的に高い。結合性及び反結合性軌道は、パウリの排他原理の結果として、二つの原子が組み合わさって分子となるときに形成される。はじめは、離れていた二つの水素原子が結合することを考える。 これらの原子が遠く離れて孤立しているとき、原子は全く同じエネルギー順位を持つ。しかしながら、二つの原子間の間隔が小さくなるにつれ、電子の波動関数が重なり合い始める。パウリの原理により、相互作用系において二つの電子は同じ量子状態を取ることはできない。故に、全波動関数は反対称でなければならない。従って、 孤立した原子のそれぞれのエネルギー順位は、元の原子の順位よりもエネルギー的に低い軌道とより、高い軌道の体に属する2つの分子軌道へと分裂する。例えば、規定状態エネルギー順位である 1S は2つの分子軌道へと分裂する。低い型の軌道は、元の原子軌道よりもエネルギー的に低いため、より安定であり、2つの H 原子が H2 へと結合するのを促進する。 これが結合性軌道である。高い型の軌道は元の原子軌道よりもエネルギー的に高くより不安定であり、したがって結合を妨害する。これが反結合性軌道である。H2 といった分子において通常2つの電子はエネルギー的により低い結合性軌道を占有し、したがって分子は分かれた H 原子よりも安定である。 分子軌道は二つの角間の電子密度が結合性相互作用が全くない場合よりも低い時に反結合性となる。分子軌道が二つの原子間の説面において符号を変えるときこれらの原子に関して反結合性であると言われる。分子軌道ダイアグラムにおいて反結合性軌道はしばしばアスタリスクでラベルされる。 等核二原子分子において、シグマ半結合性軌道は、シグマ結合のように二つの核を通過する不死面を持たず、π 軌道は π 結合のように二つの核を通過する不死面を一つ持つ。半結合性のもう一つの特徴は、半結合性軌道は結合性軌道が結合性であるよりも半結合性であるという点である。これにより、 反結合性分子軌道のエネルギーは、各核反発の存在によって上昇すると結論される。ブタ次元の π 分子軌道。2種類の色は波動関数の逆の符号を示す。複数の原子からなる分子において、一部の軌道は3つ以上の原子にわたって、非極在化しュる。特定の分子軌道は、あるとなり合う原子の体に関しては結合性であり、その他の体に関しては、 反結合性となりうる。結合性相互作用の数が、反結合性相互作用の数を上回ると、その分子軌道は、結合性であると言われるが、反結合性相互作用の数が、結合性相互作用の数を上回ると、その分子軌道は、反結合性と言われる。例えば、豚次元は4つの炭素原子すべてにわたって、非極在化した、パイ軌道を有する。 規定状態において占有されている結合性パイ軌道は2つ存在する。パイ1はすべての炭素間で結合性であるが、パイには C、C、2は C1C2 間と C3C4 では結合性で、C2C3 間では反結合性である。また、図に示すように2つ及び3つの反結合性相互作用をそれぞれ持つ反結合性パイ軌道も存在する。これらは、 規定状態では空であるが、霊気状態では占有されうる。同様に、6つの炭素原子を持つベンゼンは3つの結合性 π 軌道と3つの半結合性 π 軌道を有する。それぞれの炭素原子は、ベンゼンの π 系1個の電子を供与しているため、6つの π 電子が存在し、それらがエネルギーが低い方から3つの π 分子軌道を満たす。半結合性軌道は、 分子軌道理論の観点から化学反応を説明するためにも重要である。ロワルド・ホフマンと福井健一は化学反応過程の分子軌道による理論的研究によって1981年のノーベル科学賞を分け合った。ありがとうございます。